プラッサ i3 は、チェコ共和国の会社プラッサリサーチによって開発されているオープンソースの熱用解析奏法を用いた 3D プリンターである。ディープラッペプロジェクトの一部であり、世界で最も使われている 3D プリンターである。オリジナルプラッサ i3 は、ジョゼフ・プラッサによって2012年に設計された。2016年には、プラッサ i3MK2 がリリースされ、 さらに2017年には MK2S がリリースされた。2017年9月、旧モデルに比べて大きな改良が施されたプラスアさ3 m k 3がリリースされた。2019年2月には洗練されたエクストルーダーボディと新しいフィラメントセンサーを用いたプラスアさ3 m k 3 s がリリースされた。プラス I3 は比較的低コストである上、 組み立てや改造が簡単なことから、教育だけでなく、趣味、プロフェッショナル用途として、広く、世界に広まった。オープンソースとして公開されたことによって、有志の会社や個人によって、たくさんのアッシュモデルが制作されている。また、他のリープラッペプリンターと、同様、プラッサアイさんでは、自分自身の部品の一部をプリントすることができる。プラッサアイさんは、 リープラッペプロジェクトのコア開発者であり、PCB ヒートベッドを開発したジョゼフ・プラッサによって設計された3番目のプリンターである。このプリンターのベースとなったモデルは2010年に開発されたプラッサ・メンデル及び2011年に開発されたプラッサ・メンデルである。プラッサ・メンデルという名前はプラッサ自身ではなくリープラッペコミュニティによって名付けられている。 最初のプラスサメンデルは2010年9月、当時すでに存在していたメンデルモデル簡略化に重点を置いてリリースされた。また、以前は20時間かかっていたプリント部品の製作時間は10時間へと減らされ、3D プリントで製作されていたベアリングは標準のベアリングへと変更された。2代目のプラスサメンデルは2011年12月にリリースされた。このバージョンでは、 一部の部品がスナップフィットパーツに置き換えられたことで製作やプリンターのメンテナンス時に必要とされる道具がより少なくなった。また、ステッピングモーターに取り付けられているベルトが改良されたり、LM82U、リネアベアリングが使われるなど品質に関わる改善も行われた。2012年5月、プラス I3 のパーツやデザインがリリースされた。このリリースは、 以前のバージョンや他のリープラッペプリンターからの大きなデザイン変更となった。ズンギリボルトによって構成されていた三角形のフレームはウォータージェットカッターによって作られるアルミニウムフレームへと変更された。また、プラスサノズルと呼ばれるフードセーフなホットエンドが採用され、M8 ネジが M5 ネジへと変更された。 このデザインは自己複製可能な部品を増やすことよりもより製作が簡単になるように設計されている。2015年、プラッサはオリジナルプラッサ i3 と呼ばれるバージョンをリリースした。これは彼の立ち上げた会社であるプラッサリサーチから販売されている。2016年5月にはプラッサ i3MK2 がリリースされた。このプリンターは3つある。 方向軸すべてにおいて自動でジオメトリ修正を行うことができるようになった最初のプリンターである。新しく書き換えられたマーリンファームウェアと非接触近接インダクタンスセンサーによりメッシュベッドレベリングが可能になっている。また、プリント溶石はより大きく設定され一体化されたオリジナルのステッピングモーターが用いられるようになった。その他の新しい特徴としては ポリエーテルイミド製のビルドプレート、ランボーコントロールボード、そして E3DV6 ホットエンドが挙げられる。また、プラッサ MK には、Windows によるプラグプレイ USBID が提供された、初のリープラッペプリンターである。2017年5月、ジョゼフ・プラッサは、彼のブログ上で、プラッサ i3MK2S を発表し、すでに注文を受けていたプラッサ i3MK には、 フラッサー I3MK2S として発送することを公表した。このバージョン強化された点は、LM82U ベアリングを固定するのに U ボルトが用いられたこと、改善された LM82U ベアリング、よりスムーズになった角、ロット、インダクタンスセンサーの固定マウントの改良、配線方法の改良、新しいコントロールボードカバーなどである。 MK2 が S にアップグレードされて発送されると同時に MK2 所有者に向けてこれらの改善点を利用できるようにするアップグレードキットの販売が開始された。2017年9月にはプラスアイさん、m k 3がリリースされた。キャッチコピーはブラッティスマート。アップグレードされた機能は数多く、より強固な Y 軸フレーム、ボンドテック、ドライブギアを用いた。 フィラメントを両側から掴み送り込む新しいエクストルーダー、回転数モニタリング機能を持つより、静かなファン、更新されたレベリングセンサー、アインシーと名付けられた新しいコントロールボード128、マイクロステップ機能を持ったより、静かなステッピングモータードライバー、ペイコートが施された、交換可能なスチールシートとそれを保持するマグネット付き、ヒートベッドなどである。また、 いくつかの温度センサーが追加された上、フィラメント検知センサー、電源弾検知センサーなどの新しいセンサーも追加されている。MK3 から動作電圧が 12VV から 24V へと変更されている。したがって、すべての電子部品は 24V 対応部品へと変更されている。さらに、このプリンターではオープンソースのオクトプリントが動作している。 ラズベリーパイ 0W へ接続可能な専用ソケットが提供されている。これを利用すること、ワイヤレスプリントやプラス I3 専用のオクトプリントが提供される。MK3 アップデートの主な目的は、一般人にも 3D プリンターをより簡単にし、プリントの失敗を減らすことにある。フィラメント検知センサーによって差し込むだけでフィラメントの充填が済むようになり、 プリント中にフィラメントが詰まってしまったり切れてしまった際にはプリントを自動的にポーズすることが可能になった。それぞれのケースにおいても問題点が解決されるとプリントを再開することができる。また新しいステッピングモータードライバーには脱調によるレイヤーのズレを自動的に検知しプリントの失敗からユーザーを保護する機能が追加されている。 電源ガンセンサーの追加されたことによって停電からの復活が可能になった。停電時には電源のコンデンサーに溜まった電力を使用しプリントヘッドを上昇させるよう設計されているためプリントが余熱によって溶けてしまうことが防がれる。また環境温度センサーが追加されたことによって接触不良などによるメインボードのオーバーヒートが検知可能となった。さらに アップグレードされたフレームと電子部品により最高200メートルメートル毎秒のより速いプリントスピードが実現された。すでに MK2 や MK2S を購入済みのユーザーに向けて MK2.5 と名付けられたアップデートキットが販売されている。一部のアップグレードに制限されているためこれらは200ドルで提供される。しかし多くのネガティブフィードバックを受けプラス差は MK2S から MK3 への完全アップグレードを可能にする500ドルのキットの販売を開始した。2019年2月、プラス I3MK3S がリリースされた。同時にマルチマテリアルアップグレード 2S がリリースされた。このアップグレードキットを導入すると5つの異なる材料を同時にプリントすることが可能になる。 m k さんは 3D プリンティングインダストリー社による2019年会、会、会、3D プリンターオブザイヤーに選ばれた。プラスサさ3のオープンソースデザインとしての成功は、完成品とキットの両方が提供されていることだけで、なく、様々なアイさ3デザインの派生マシンが存在することによって得られたものである。プラスサリサーチは、これらの派生マシンと競争することを良しとせず、 協力し、より洗練されたデザインを継続して追求したいと発表している。2012年、ジョゼフは彼の技術による成功に対し、チェコのビソチナ州の名誉学士を受賞した。2014年2月、彼はチェコのホーブーズのカバーとして掲載された。同誌では、チェコにおける30人の30歳未満の知っておくべき人物の一人として、彼をリストに入れている。 3D プリンティングインダストリー社による表彰式にて MK3 が開会開放式のデスクトッププリンターオブザイヤーに選ばれた。プラッサリサーチはデロイトによって中央ヨーロッパで最も急成長している会社として2018年中央ヨーロッパデロイトテクノロジーファースト50の1位に選定された。2019年ジョゼフは 数億チェココレナ企業のトップとしてのリーダーシップを認められ、チェコのフォーブスのカバーに再度掲載された。チェコ共和国プラハに所在する 3D プリント部品を製造するプラッサリサーチのプラッサ i 3 m k にプリントファームとジョゼフプラッサ、他のリープラッペプリンターと同様にプラッサ i3 は自分自身のほとんどの部品を作り出すことができる。これらの部品は ABS プラスチックによってプリントされていたが、MK3 以降は PET-G が使用されるようになった。標準のプラス i イ3では26個のプリント部品が使われている。ヒートベッドと高性能なホットエンドが用いられているため、プラス i イ3では、ABS 樹脂、ポリ乳酸、耐衝撃性ポリスチレン、PET-G、様々なフレキシブルフィラメント、ポリプロピレン、 ナイロンなどの多くの材料を使ってプリントすることができる。それぞれの材料は、それぞれ異なる温度域とビルドプレートに正しく食いつかせるための異なるテクニックが要求される。プラスアイさんは、他のリープラッペプリンターと同様に自己複製された 3D プリントパーツとビタミンズと称される自己複製のできない既制部品によって構成されている。 プラスアイサーに使われているビタミンズは、ズンギリボルト、またはリードスクリュー、スムースロット、ネジやナット、5つのネマ17ステッピングモーターなどの一般的な部品に加え、コントロールボード、ヒートベッド、ホットエンドなどの特殊部品等が挙げられる。その人気の高さから、プラスアイサーにはたくさんの足モデルが存在する。これらは、 世界中の様々な企業や個人によって作られており、それぞれ異なるフレームやエクストルーダーが用いられていたりする。プラスアイスさんのアッシュモデルで最も違いが見られるのはフレームである。鉄やグリルからレーザーカッターや CNC マシンなどを用いて切り出された単板型フレームや MDF ボードを用いて作られたボックス型フレーム、中には レゴブロックを用いて作られたフレームまである。プラスアイ3のアッシュでは 1.75mm や 3mm 系のフィラメント向けのものやマルチカラー対応なものなど様々なエクストルーダーが用いられている。エクストルーダーだけではなくミグ溶接機やレーザーカッターなどのヘッドが取り付けられることもある。ありがとうございます。